お客様、どうもこんにちは、カズヒロです。今回はアマゾンのみんなが知らない裏技、皆様にご紹介いたします。今ですね、私フルグラ欲しいなと思ってたんですよ。朝ごはん最適な食べ物といえばフルグラです。まあ、フルーツグラノーラのことですね。3食のうち一番作るのが面倒な朝ごはんをフルグラにしてしまえば、まあ料理が苦手な僕にとってはすごいメリハリがつくというか、一つ気が抜けるというかね、朝も料理がしなければいけないと考えるのはちょっときついんですよね。なのでフルグラおすすめです。さらにハーシーチョコビッツ、ちょっと前に発売されたばかりの人気のフルグラノーラ、あのコーンフレーク系のお菓子ですね。ケロックが出してるお菓子シリーズありますよね、コーンフレークシリーズ。その新しいチョコのカリカリ、猫のカリカリみたいな、すごい美味しいお菓子なんですよ。で、それらを組み合わせるとめちゃくちゃ美味しいんです。フルグラ、ハーシーチョコビッツ、これらを組み合わせて牛乳で食べるとめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん試してみてください。で、そこで思うのが、お安く買う方法ですよね。これが裏技となります。Amazon で購入するとき、例えば、これですね。通常注文と定期お得便っていうのがあるんですよ。まあ、普通の人は通常注文しちゃうんですけど、定期お得便にするとご覧の通り 10% もしくは 15% お安くなっちゃうんです。これ条件っていうのが、1つもしくは2つの時は 10%、 3つ以上になると 15% の割引が適用されるんですよ。で、定期お得便って何かっていうと、まあ、その1ヶ月、2ヶ月、3月か6ヶ月までの間に指定した日付で毎月毎月、指定した月単位で勝手に Amazon がこの登録したものを送ってくれるっていうサービスなので、例えば1ヶ月に登録すると毎月、例えば、毎月1日に指定すれば毎月1日にこれが届くということが登録できます。ただね、毎月はさすがにいらない、6ヶ月にしたらちょうどいいとか、まあ、あるんですけど、実はこれいつでも解約可能なんですよ。1年契約とかではないので、なんと1回注文して商品が届いた後に解約しちゃえば、普通の注文と同じなんですけどお安く買えるという裏技なんですね。これ案外知らない人が多いらしいんで、ぜひ皆さんご利用ください。で、これで注文すると、まあ僕の場合はハーシーチョコビッツとフルグラですね。ちなみにこの定期お得便の手続きはアカウントサービスのご利用中のお得便の変更停止の欄からいつでも停止することができます。なので、まあ、1回注文してもういらないなっていうことがあれば止めちゃって OK です。まあ、定期的に食べるんであればそのまま登録したままご利用すればいいかなと思います。で、どのくらいお得かどうか計算してみました。通常の金額、フルグラは4031円、これは6個入りのパックですね。 6個入りの6袋入りのパックが4031円、ハーシーも6個入りのパックで2950円、合わせると6985円で、提供お得便で買うとなんとこれだけ安くなるんですよ。まあ、大体700円くらい安いですよね。同じなんですけど700円安い、お得ですね。700円安いとなるとフルグラ1個分くらい安いんですよね。フルグラ1個が672円なので1個分タダになった感じなんですよ。同じなんですけどね、同じ商品が届くんですけど1個分タダ、さらにもう1個追加すれば 15% オフになるんですよ。実は全部、今回サプリメントちょっとなくなりそうなんでちょっと早いですけど注文することにしました。これフルグラがちょっと安くなってますよね。 15% プラス 5% オフなんで、ハーシーもちょっと安くなってますよね、プラス 5% オフ。さらにサプリメントも 15% オフになるんで、合計これなんですよ。6288から7414。安いですね。サプリメントは約1000円ちょいで買われたことになります。さらに、通常時のお値段と比べると、なんとサプリメントが1735円のものが428円で買えたことになるんですよ。サプリメントってこれなんですけど、大塚製薬ネイチャーメイドマルチビタミン&ミネラルが通常1735円。これ実はね、近所のね、ドラッグストアとかよりも全然安いんですよ。あ、しかもこれ10%オフあるじゃん。これやってなかったかも、俺。
関係あんのかなこれ。関係ないか。まあ、とにかく安いんですよね。まとめますと、提供特便をちゃんと使えばめちゃくちゃ安いんですよ。商品っていうのは、まあ、限られちゃうんですけど、定期的に買うような人気のある消耗品であれば結構対象外になってます。デメリットっていうのはちょっと配送遅れます。普通の配送だと例えば、まあ、明日には届いたり、遅くても3日後くらいには届きますよね、Amazon って。僕の地元ちょっと遠いんで3日以上かかるんですけど、提供特便の場合は早くても1週間くらいかかります。まあ日付を、早めに設定、日付の設定もいつでも変更できるので、設定を最速にすれば早くて1週間。そこだけがちょっとネックな部分ですね。それ以外は特に何も変わりありませんので、めちゃくちゃお得です。近所のスーパーで買うよりもだいぶお得なので、まだ使ってないという方はぜひご利用ください。動画の説明欄に詳しいやり方、このブログのリンク貼っておきますので、あとみんなが買っている提供特便の商品のリンクも貼っておきますので、チェックしてみてください。